はい、皆様こんばんは。4月21日月曜日、182回のしゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から曇り空で、小雨でしたですね。現在はやっぱり結構降っておりましてですね、ちょっと賑やかな雨降りみたいな感じでございます。さて今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白出身ですね、版画家の落合浩二さん、65歳の方です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その浩二さんって珍しいお名前なんですけど、はい、珍しくはないんですよ。昔からある名前で、はい、月が高校と照るという時の浩を、はい、うん、の字なんです。うん、なんかパソコンでやってもちょっとね、一生懸命探さないといけないかなっていうような感じですね。古い辞書には出てますしね。うちの両親がその字を気に入って、ぜひこう月がこうこうつてるような、清らかな心の持ち主になってほしいという願いが込められて、込めたんだけど、もというところがありますね。そうですか。はい。で、まあ、落合さんは活動がですね、主にヨーロッパで活躍しておりましたですね。で、まあ、6月にはまたアメリカ合衆国のカリフォルニアに、でこれまた発表会を予定しているっておっしゃってましたし、まあ、これ真っ白、日本の真っ白でもですね、大英寺さんでまたなんか天井絵をなんかお描きになったとかっていうのでして、まあ、これ今日はですね、落合さん の、 この版画家としての生き方っていうんですかね、そういった今まで歩んできたののお話をちょっと聞かせていただけるかなっていうことで、よろしくお願いいたします。それではですね、この先日落合さん家行ってきまして、このアトリエをちょっと、拝見してきました。この写真をちょっと見ていただければなと思うんですけども、これはどういうあれでしょうかね。これはね、版画インクをつけるローラーなんですよ。はい。だから版画の大きさによって使い分けるので、はいはい、大きいのは相当重いですけどね。この一番上のあれはどのくらいの重さあるんですか。30キロぐらいあるんじゃないですか。あ、そんなにある、それをこうやってやるんですか。で、これでそうですね。はいはい。で、クレスキーが、ありましたね。普通はの版画っていうと、手でこうやってやる、バレンでね、はいはいはい、ありますね。はい、あれはね、圧力が1キロぐらいしかせいぜい出ない、あるいは思いっきりやってもその人の体重、5、60キロぐらいの圧力しかかんないんですよ。で、私の持ってるこのプレスキーですけど、これはね、7トン圧力かかるんです。この下のやつですね。この下ですね。そうです。これですね、これ7トンがある。7トンかかります。なるほどですね。はい。でこれもちょっと今色変えましてね、セピア調でちょっと加工してみました。はい、ちょっとそうするとアトリエの中の雰囲気もちらっと違うかなっていうふうに見まして、はい、これはあれですね、絵の具って言っていいんですか。顔料ですか。顔料です、はい、顔料っていうか顔彩というのか、岩絵の具ですから、岩絵の具、アトリエの中はこういう形で、ありますですね。もうなんていうかごちゃごちゃ、あと初めにですね、これ何歳頃からこれどんな理由で画家っていうかその版画家になろうっていう。それね、画家になろうと思ったのは、美術大学を卒業してから10年ぐらい経ってからですよ。あ、そんなにあれだってから、30過ぎですよ。あ、そうなんですか。画家になろうと思ったのは。それまではただ好きで絵描いただけで、これでやっていこうと思ったのは、30過ぎですね。そうですか。それまでは単なる勉強と自分の楽しみだけであったけど、これで一生をかけようと思ったのは30過ぎですね、正直言うと。
これはなんかヨーロッパへ留学がヨーロッパだって言って聞いたんですけど、そのいきさつってどういうあれなんですか。三つ理由があるんです、うん、ちょうどね僕がね美術大学には行きたいと思った時に、うん、日本はちょうど学園紛争で、うん、大学は空いてても、うん、授業は全然ないし、それで、国立大学って東京芸術大学ってありますよね、有名なね、はいはいはい、そこはね頭良くないと入れないし試験が難しくって、うんうん、ましてや僕の苦手な数学の試験もあるしっていうんで、はい、で私立の美術大学っていうのは、ね、授業料がべらぼうに高くって、うん、これはもううちじゃ無理だと、はいはい、でどうしようかなと思った時に、うん、僕がスペイン語が好き で、はい、でスペイン人 の、 修道場から、はい、個人的にスペイン語をずっと高校時代習ってたんですよ。それでその彼女に相談したら、はいはい、じゃあ西洋美術を勉強するんだったらば、ええ、西洋に行きなさいと。それで、うん、向こうのスペインの大学を、うん、美術大学を国立、今は王立になりましたけども、を紹介してもらったんです、ええええ、そして内容を見たら、ええ、学科試験は、ええ、高校の成績証明書があればよろしいと、うん、あとは実技だけっていう、それでもう一つ決まりですよ、うん、でもう一つの経済的な面、うん、入学金から年間の授業料実習費全部含めて7000円だと、当時でも当時で、うん、そんなにいいあれないだ、もう行くよりしょうがないじゃないですか。なるほど、それでそこでそれは行くのは何歳頃だったこれね、20歳にならないと当時はパスポート取れなかったんですよ。あ、そうなんですか、うん、だから高校卒業してから20歳まではいろんなところでアルバイトしてお金貯めて、そして、まあ、横浜から船で、ハバロフスクまで行って、ハバロスクから車で行くですか、どこかな、ナホトカまで行ったのかな、うん、でハバロスクまでは飛行機で、うん、あとはモスクワまで全部シベリア鉄道、うん、1週間、はあ、でそこからもモスクワからも、うん、乗り継ぎ列車に乗り継いでですよ、うん、ちゃんとスペインまで着きましたからね。そうですか、今はもう一度やれてたら絶対嫌ですね。できないで、なるほどね。あれ卒業っていうか向こうでも卒業してからもこういうあれですね、仕事っていうかところでもやってこられたっていうんで、ちょっとこれだって展示会をやられたと、個展ですか、ね、これ普通の人は、はいはい、もう絶対できないところなんですよ。これ、ね、14世紀の古いお城で、はい、ルナ教皇というね、はい、当時ローマ法王と争ってた人なんですけど、はい、そのお城を、はい、借りて お前全部使えと、たまたま私の友人が建築大学の教授で、はい、うん、そして専門がこういうスペインの古いお城の研究やってた、うんうん、そして工事来いと、うん、いいところあるから、うん、なるほど、うん、俺はそんなもうでかいところね、はい、作品送るのも大変だと言ったら、うん、はい、作品なんか持ってくるなと、うん、こっち来て描けと、ああいいじゃないですかね、素晴らしいね、こっち来て描けてと、もう大変でしたよ。これはどういう方なんですか。この人はね、はい、ミシェル・ブトールっていう、はい、まあ、世界的に有名な詩人なんですけども、はい、随分僕のところを気に入ってくれて、はい、絵をね、はい、気に入ってくれて、はい、そして僕の絵にね長い詩を、はい、つけてくれて、はい、それを、まあ、詩画集として、はい、それはねジュネーブで発表したんですよ。で150部だけ作ったんですけども、
のベルニサージュオープニングの日に、はい、まあ、150人以上の人が来たんですけども、うんうんうん、即日完売と、うん、それは僕の絵がいいのじゃなくって、うん、この人の名前が売れてるから、うん、そんなことないでしょう。そうなんですよ。そしたら詩だけあれすればいい話で絵と一緒っていうあれじゃないですか。僕なんか詩で、うん、詩でみたいなもんですよ、うんうん、でもあれですね、この、あの、あれですね、30代でミロ賞受賞、ね、で40代でスペイン王立美術アカデミーが150人作家の一人に選出されたって、あの、ね、そのね、うん、150人作家っていうのはね、うん、スペイン人の150人作家なんですよ。だからピカソとか、うん、ミロとか、うん、ダリとか、うん、その150人のうちに、うん、なぜか日本人の私が入ったっていう、間違って選ばれちゃった。そうです、間違って、はい、間違って違うじゃないの、それは。あの、だから実力っていうか、ちょっと変わった名前のスペイン人だなとは思ったと思うんですけど、ね、そうですか。ちょっと違うような気がするけど、ね、まあ、あと国内戻ってきてですね、こういう本なんかね、冊子で取材を受けたっておっしゃってね、でその内容がこういう形でちょっと珍しいんでね、偉人のっていうあれですね、ちょっと大きくしてもらうとこういう形でね、僕見ている、こちらか、これをちょっと見て引っ張っていってもらうというですね、これまた、アトリエじゃなくて、3階のお住まいというところですかね、ちょっとかっこよく写られていますけど、はい、写真家がいいんです。そうですか、はい、であとこういう、あ、そうだそうだ、ごめんごめん、これこれもちょっと写してもらう、はい、これが、アトリエじゃなくて、まあ リビング、ね、リビングみたいな感じですね、と 台所と兼ねて、そうですね、うん、でもちょっといいですね、この雰囲気は ね、料理が好きなもんだから。あ、そうですか。だから火はできるだけこうストーブでやって、はい、で、あの金属製の、あの、なんていうか調理用具は、うん、もう極力使わないようです。まあ包丁は使いますね、金属で、はいはい、他はね全部あの、うん、木で木製のものを使ってますね。あとこういう本も出されました。はい、はい、これはどういうあれなんですかね。これはね、はい、イギリスの詩人で、はい、あのマザー・グースとか、はい、あのシェイクスピアとか、ディスキンスとか有名なイギリス人のもう亡くなった人たちの英語の詩を、はい、私の知り合いの、うん、まあ、英文学者が、はい、日本語に訳して、うん、それここに僕が絵をつけさせてもらった、うん、ちょっと時間もだんだん迫ってきちゃってるんですけども、長野市へ戻ってきて、この長野市内でですね、どういうそのあれですかね、あの、この長野近辺で所蔵されているその作品っていうのはどこどこに今あるんですかね。うん、珍しいところといえば、はい、あの聖戦女学院のソフィアホール、はい、お祈りする、あ、はいはい、お祈りする場所ね、あのろうそくともして賛美歌を歌うようなところに、はい、はめ込みで畳3枚ぐらいの絵が入ってますし、あと障害者施設のサンアップルだとか、はい、うん、松本の合同庁舎だとか、ですか、かなり公共施設の方には入っているってことですね。わかりました。まあ、あの、あれですね、大英寺さんにも、なんか絵をっていうか天井絵を頼まれたっていうんで、ちょっとこれを見ていただければいいんですけどね。これまあ天井まだはめ込まれていないんですけれど、絵とすれば中から中途っていう形ですかね、はめ込まれて初めてあれですね。あ、まあ、これでもあれですね。そうですね、大体、はい、
まあ、これ近々やりたいなっておっしゃってましたですね、大英寺さんも、はい、まあ、大英寺さんの場所は一応町歩きセンター今ここにありますけど、ここになりますね、はい。で6月に、アメリカのカリフォルニアで一応展示会発表会をやられるっていうので、これもちょっと説明をお願いできますか。はい、5 Seasons in California という題名で、はい、テーマでカリフォルニアの5つの四季と、はい、なんでカリフォルニアあたりに四季なんかないんですよ本当は。うーん、でも去年、うん、僕行きまして、はい、どんなとこか、はい、本当に暑くもなく寒くもなくというようなところでね、でだけどその中でいろんな風がね、はい、四季ではない、うん、季節をこう、うん、自分で感じた感じたから、おこれ5つの四季っていいんじゃないかと、うん、あなるほど、でそれでもやろうということになったんですよ、はい、そうなんですか、幾日かけてやるですか。はい、幾日かけて会期ですか、うん、1週間、はい、わかりました。まあいろいろとまあ活躍されてはいるんですけども、今後はどんな予定でいます。将来のね、はい、大きな夢っていうのは、はい、その生まれてくる時にはですね、はい、おぎゃおぎゃとね泣きながら生まれてきたんでね、うんうんうん、死ぬ時はね、うん、せめてゲラゲラ笑って死にたいなとそれでそう思ってる、そう思ってんですよ、うんうん、だからそれが目的、将来の目的、うん、だからじゃあそのためには、はい、どうやったら楽しく死ねるかということをね、うん、一生懸命考えてるんです。なるほど、難しい。お手伝いください。まあほんの落合浩二さんのほんの一端だけをちょっとお聞きしました。大変なことなんですけども、まあ、ちょっとお時間になってしまいましたけれども、まあ、いろいろ頑張っていただきたいな、まあ、気をつけてアメリカ行っていただきたいなというふうに思いますけども、今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。毎週何噛んでんの。いや噛んじゃった。やばい、うん、毎週大変ですね、うん、いやお疲れさんでした。いやありがとうございました。松代からもね、こういう世界的な人が出ているっていうことをね、やっぱちょっと知っていただければなと思いましたね。今日よかった、はい、お疲れさんでした、はいはい、で来週はね、来週は、うん、あなた宮坂さん。私、はい、はい、あ、宮坂さん何をやるの。はい、ね、うん、松代ライオンズクラブの、うん、あと噛んじゃったな、うん、ライオンズクラブの会長のね、うん、神林先生においでいただいて、うん、本当にその、はい、ライオンズクラブの活動についてお話しいただくと、うん、で先生は先生っていうかね、うん、お医者さんなんで、うん、本当に内科のお医者さんなんで本当に、医療の中でね、うん、ご苦労いただきながらものライオンズクラブの活動を、うん、引っ張ってるというようなことで、そこら辺のご苦労の話もね、うん、お聞きしようとこのように思っております。あ、そうですか、はいはい、じゃあ楽しみにしていただきたいと思います。いや、はい、嬉しいな、はいはい、ありがとうございました。じゃあよろしく、はい、お願いいたします。それそれそれくらい松代、また見てねー。